え、何え今日ここで芸能人生やめようと思ってます <laughs> いやいやいやどうも、島田秀平です始まりました島田秀平のお階段巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますえチャンネルメンバーシップの方もありますぜひ皆さんお願いいたしますそしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方ですねいつもありがとうございますこれからもよろしくお願いいたしますさあ、皆さん 今回このお階段巡り、事件が起きましたこれ事件だよね本当にね、いろんな素晴らしい方、もう階段師ではない方もね、ゲスト来ていただいたんですが、この方ほど階段からかけ離れた場所にいる方、いないんじゃないですかね <laughs> ザ洋の方ですけどもね。<laughs> 本当に実現しました。今回もこの方すごいです。男気がね。なんかね。もうちょっとした約束だったんですけどもね。それを守ってお忙しい中ね。駆けつけてくださいました。ご紹介いたします。 手越シユさんでお願いいたしますどうもテゴシヨですお邪魔しますお邪魔しますマジでもうこのチャンネルっぽくないんですよ本当ですかお邪魔しますいないんですよこんな方今までそうすかご紹介させていただいてダーンって方はね正面に合ってないですもんね全然合ってないですよねやっぱり階段というとどうしてもインのイメージがありますけどマジで真逆ですもんねそうです ですね、あの階談とか、まあ、言うなればその、まあ、心霊だったりとかそういうまあちょっとお化けとかとも仲良くしたいタイプというかどっちかというとみんな仲間じゃんっていうタイプ <laughs> みんな仲間じゃんっていうタイプっていうのがね <laughs> 全然よく分かってないんですけどもただマジで裏表ないっていうか、はい、本当にこのままですよねもう24時間。 このまま寝てる時もこのままぐらいだといます。<laughs> はい、あのこれなんでねこういうことが実現したかって説明させていただきますと、あの皆さん一のナライブってありますよね。うんうん、これあのアプリダウンロードしたら皆さん無料でご覧できるんですけども、うんうん、その方で手こちるというはい、うん、はい。はい 番組がありましてそちらにこの前ゲストで呼んでいただいて1回目のゲストで来ていただきまして手相見せていただいてってことをやったんですよ。とこれで皆さんもねこれ今でも見られますんでぜひね「17LIVE」「手ねあの見ていただきたいんですけどもその時なんかエンディングでねなんか軽いトークの中ちょっとお知らせありますなんて振っていただいて「僕 YouTube やってます会談とかで面白かったらいつか来てくださいよ」とかって言うじゃないですか。まままあああ それは、はい、はいい行きますよなんて言うぐらいで本番は終わったんですけど、はい、そうですねマジで手越さん側の方から、はい、いつにしますみたいな感じで <laughs> そうですねはいって来てくれてるんですよねはい来ましたすげーくないっすかそれって <laughs> 実はないですよねこれ普通来ないっすかやっぱ芸能界僕も長くやってますけど普通来ないっす、ね、普通来ないっすか い大体それを真似受けて、はい、こっちから何度も何度も何度も言ってあ,あいつマジにしちゃったよって言って、はい、来ていただくことはあるかもしれないですけど、はい、あの感じで、はい、本当ト来てくられるっていうのがいやだからあの生配信中も言いましたけどスケジュールとかあとまあ出れるかどうかも含めて上に確認しますとかがないんで上なんで <laughs> 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 まあ今もうね <laughs> ないんですよ <laughs> 別にマネージャーにいいとかちょっと事務所の偉い人にいいとかがないんで第1回目のゲストで来ていただいて 僕のファンも本当大変喜んでくださってでやりましょうよじゃあ行きますそれは来ますよっていう話です。ででいいただてお聞きしたらね会のイメージ全くないんですけどでもねいくつかちょっとねありそうなんでってことで本当に来ていただいたんですけども今日実はお手越さんが体験されましたちょっと心霊系の話と人コア系の話で本んと2話。 お昼をいただくということなので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。あの、一コア系の方は、もう使えなかったらすみません。え一コア系の方は、あの、し、そのガチの方、心霊の方は、絶対使えるんですよ。はい。あの、一コア系の方は、多分大丈夫だと思うんですけど。ちょっとごめんなさいね。え何の話しようとしてるんですか使えないかもしれない話を今、しに来てるんですか多分大丈夫なんですわざわざ忙しい中、使えない話を今日ここにしに来たんですか 多分大丈夫です。多分大丈夫です。誰かを傷つけたりするような話ではないので、多分大丈夫です。じゃあまあ一応まあ話していただいて、はい。で<ー>、ただまあ大手アイドル事務所たくさんあるじゃないですか。はい。いうのアイドル売りにしている事務所。はい。だと多分今からまあ話す、その本当の人小分けの話はカットになると思います。はー。僕の場合は多分大丈夫。はー。当時から僕のキャラの場合は大丈夫だけど、はい。僕じゃないアイドルだと、バラエティとかで話してもカットされる可能性があるような話ではあります。 もう一回言いますけどし、はい、しようとしてるんですか <laughs> これはだから皆さんねだからいきなり心霊だけでパーンって番組終わってたらはは <laughs> <う>はい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 ってさせてくだもしかしたら、ね、そっちの方も皆さん聞けるかもしれないんでその辺も楽しみに、はい、今日ね,、はい、ね最後までお楽しみいただきたいなというふうに思います。はいはい スポーツを昔からやってまして、はい、まあスポーツやってるともちろんこう怪我すするることとってあると思うんですよ、うん、特に僕はサッカーフットサルを結構中心にやってるので、まあ、足の捻挫だったりとか、うん、まあ手をついちゃって骨折だったりとかっていうのもまあもちろんもう4歳からサッカーやってるんで結構30年以上やってればやっぱ怪我あるわけですよやっぱスポーツに怪がつきのなので。はい、でもあの一時期ちょっと怪我が続いた期間があって、うん、っていうのも最初の怪我は。 あのゴルフの打ちっぱなしに行った時に、うんまあ、ゴルフやられる方は分かるんですけど普通の打ちっぱなしってこう足に傾斜がつかないんですね,平ら,ですよね平らなんで平ら言えば簡単なので、まあ、ちょっとラウンドも控えてたんでちょっとこう傾斜をつけながら練習したいなっていうのでマットの下にこうゴルフボールを使ってちょっとこう傾斜を人工的に作って<ー>でやろうかなって言って最後5球ぐらい打って帰ろうかなってパーンって打った時に傾斜ついてるじゃないですかマットのは、はい、ここ叩いちゃったんですよ。 警察ついてるここの角をパーンって叩いちゃってでですよでもまあ,あの当時はあのーまあ、今みたいにこう運転手がいるわけじゃなかったので自分の車で自走で打ちっぱなしまで行ってたので帰りの車とかもちょハンドル握れないぐらい痛くて<ー>でこれちょっとおかしいなと思いつつ翌日。 あの実家に帰る予定があったので,で、実家に帰るも車の中でもあまりに痛くなってきて、うんうん、これはダメだということで、病院に行ったら、なんか本来痛めないはずの中のじん帯をちょ痛めちゃってたみたいで,うん、うん、で、これはもうゴルフ絶対やんないでくださいと。っていうので、それも、まあ、結局、あんまり怪我しない骨だったんで、3か月ぐらい全治にかかってしまって、えーでまあ、もちろんあの、その当時は事務所にいたので、公、ま、表、あ、もせず。 うまくこう仕事をこなしながら。人体とかのひびも入っちゃってたってぐらいなんですか,なか人体が傷ついちゃってたんですって。<ー>なんか奥の本当は傷つかない。普通にスポーツしてたら傷つかない人体が傷ついちゃって。<ー>でまあ3ヶ月ぐらい我慢をして。でその、怪我やっと治ったっていう、本当翌週ぐらいにサッカーをやっていて、今度、膝痛めたんですよ。うん、あの軽く。はい、で、まあそんな重いけがではなかったんですけど、それもやっぱ1週間、2週間全治かかって。で、そのさらに2、3週間後に、 またこれサッカーしたんですけど足首のこの外の人体帯を捻挫であのもう3本線通ってるんですけどそれがもう全部切れそうなぐらいまでいっちゃう怪我をしてそれも全治がやっぱ数か月かかってで怪が多いなまだしょうがないかスポーツだからって思ってた時にある友人から電話があって「はい、あ元気?」みたいなもう23年ぶりぐらいに電話があったんですよ。元、うん、元気気って,言ってあ元気だよ手越くんさ 怪我とかしてないよねって言われて。急には、急に言われたんですよ。はい、で、今だったら僕個人なんで SNS やってるんですけど、当時の、あの、事務所は SNS やる事務所はなかったんで、僕がいた頃は。うん、なんで、その SNS とかで怪我しちゃったんだよねとかって、ブログとかでとかって公表してないんで、うん、世間も知らないし、友達はも,もちろんね、あの、行ってないんで、会った人は知ってるかもしれないですけど、もう2、3年会ってない友達だったんで、知ってるはずがないところから電話がかかってきて、いや、もうちょっと怪我続いてんだよねって答えたら、はい。あ そんんな気がしたんだよ、ね、えどういうことって預言者でもなんでもないよねっていう話をしたら私実は結構昔から見えると、うん、人のものが見えるとあそうなんだあの今から言う話はもちろん信じても信じなくてもいいんだけど一応ちゃんと信じてもらった方がいいと思うんだよね。はい、じゃないと次もう一個大きい膝の怪がするよ って言われたんですよ膝ってやっぱ結構スポーツ生命終わるぐらい半月板だったりとかあるので「うん、であそうなんだど,どういうこと?」ってじゃあちょっと詳しく教えてって言ったら「あの手越くんに今すごい強い息量がついてると」息<量>はい「息量がついてると?」「その子が悪さをしてるから怪我が連発で起きてるんだよね」って言われて「うん、あそうなんだ」で俺,俺はその 心霊とかあんまこう感じる方じゃないのでああそうなんだって言ってであの私結構そういう能力が昔からあっていろんな人を実は見てたりとかしたんだけど大体生き量って、まあ、その友達がまあ見つけましたと僕についてるのを大体逃げてくんです、うん、でもその子の場合パッて目があったら、まあ、見つかっちゃったみたいな顔したと、ええ、そしたらもうその最初にパッて目があった時は 女の子なんですって、黒髪の。<laughs> で、あの普通のまあ穏やかな顔したままこうパッて目があったのに次振り向いたらもうなな顔にっってて。たんですってうわーっていう顔になっててもう私は出ていかないと見つかっても関係ないと <laughs> っていうぐらい強いき量がついてると。っていうのでさっきの話囲につながるんですけどこのき量をなんとかしないと <laughs> ど,んど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 ん悪い怪我とかそういう体に異変が起きてくる。 って言われて、遠隔でできるか分かんないけどやってみる。って言われたんですね。はい、で、もう一人僕、いろんなこう、まあ、自分の中のそういう霊だったりとか、お祓いでお世話になってる方がいて、うん、その言われたことを隠して、今僕ってどうですかって言ってることは違う可能性があるんで、って言ったら、あ、ちょっと見ますね、と思って見てもらったら、女性の黒髪の霊が確かついてると。うん、で、確か強いなと。 同じこと言ってるんですよ<ん>であの払ってもらってで払ってもらったんですけどこれ生きるって一番すごく厄介で、はい、本当の例だったらね、まあ、例えばお亡くなりになった方だったりとかすると思うんですけど<ん>憎しみだけけでで飛飛ぶぶわけじゃないとと好きもだから誰かを傷つけてこの野郎っていう憎しみで飛んでくんならそこのケアとかをすればいいんですけど例えばもう、まあ、僕もありがたい話ファンの方がいたりとか。はあ まああの昔分かんないお付き合いした人がいるじゃないですか別にけんか別れしたとかじゃないその僕のことをよく思ってくれてる人の例も飛んでくるから誰かっていうのは断定できないけど多分20代前後の黒髪の「こうこうこういう」っていう絵は描いてもらったんですよ。ですってでパッてまああの描いてもらってまあでも気をつけようがないんでだからでもなんか心のどこかでその。 絵に似た女友達と連絡取り,づら取りづらくなるじゃないですか。そうです、ね。なんとなくシルエットに似てんなみたいな。そんな別に俺のこと好きっていうようなこともないな。でも、はい、まあ日本人で黒髪でロングで二十歳前後なたくさんいるんで。そうですね。では分かんないんですけど、あのそのお祓いをされる1週間ぐらい前にあの僕全国ツアーで広島に行ってて、はい、広島のホテルでまあ寝るじゃないですか当たり前ですけど一人一部屋なんで寝てて まあ夜中にこう、まあ、ライブ終わりだって疲れてたっていうのもあるんですけどちょっとベッドきしんだんですよギギギギギギ,ギって言ってでなんか乗られてるなっていうなんか重いなっていうイメージがあって、うん、感覚が、ええ、まあ一人だからね自分のカールさんかわかってるじゃないですかであの乗られてるなって感じがしてでまあ、まあ,あ重いなーと思ってパッてこう目開けるじゃないですかそしたらすごい鮮明じゃないんですけど まあ、真っ暗に僕して寝るんで、ぼやーっとはするじゃないですか。したら、なんかシルエットでぼやーっとしてる、長い髪の人がいたんですよ。それは僕、人生で唯一感じた、うん。あの、例がないんで。はいはいはい。で、これはやべーつって、一週間後、ちゃんとお祓いに行って、パパパパパパってやってもらって、その、二、三年前の、し真に電話かかってきた友達に、今どうなってるって言ったら、いなくなってる。っていう、 本当に自分が唯一人生で体験した二十歳前後の黒い女性の生き霊っていうお話でしたえ、それ何年ぐらい前の話なんですか四年前とかですねあ割と最近,最近です何がすごいってまあ立て続けに怪我をしてしまったこれは偶然かもしれないのに、はい、でも急に電話がかかってきて、はい、ある一人の霊が見える方が生き霊がついてるよ、はい、で、黒い髪の女性だよ、はい で、別の方が全く同じことを言うっていう、ね。はい、ここで何かもうちょっと角度上がってますよ、ね。そうなんですよ。で、お祓いをして。であったら、いなくなってたっていう。はい、だから、なんかもう、二人の方がね、例のドした登場してるから。はい、なんか、今の話が、すごくどん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 本当なのかなって感じがして。そうですよね。よしかも自分も感じてるんで、そのつわ先で、うん。で、実際見たわけですもんね。ね、はい、もう、鮮明じゃないですけどね。なんか、うわーっていうシルエット。その時のシルエットで、何かピンとくるなっていうことはなかった。んですか、はい、ないっすね。 まあ僕もありがたいが男友達もいれば女友達もたくさんいるのでやっぱなかなか断定って難しいじゃないですか二十、はい、歳前後の女友達が当時23人とかしかいなければ分かんない黒髪金髪金髪とかって分かるけどそんなわけないじゃないですか<笑><笑>あとやっぱりもうファンの方がたくさんいるから、はい、でそれはもう断定は絶対できないですよね好きねも飛んじゃうってやっぱ話だったんでん、はい、ただなんかすごく興味深かったのが、はい、普通は見つけたらいなくなるんだけれども、うんはい っていうのも面白かったんですよ。でも今回はぐっとこう目を合わせた後に、ぐっとこ二の形相になっていなくならないっていう。そういうパターンもあるんだ。相当強いよって言われました。で、ちょっと途中気になったのが。膝って、あの右膝ですか。はい、右です。で、足、足首は。右。もしかして手は。右です。これね、僕、あの、今、どんな階段聞いてて、これ分かったことなんですけど。 左側に怪我とかおかしなことが起こる場合っていうのはなくなった例なんですって。はい、右側って勢量なんです。そうなんですか。へえ。すげえ。それがだから途中うわーってもうゾワゾワしちゃって、はい、全部右だ。全部右です。はあ<ー>。へえ。そうなんだ。それは知らなかったです。僕逆に。みたいですよ。へえ<ー>。すげえ。いやちょっと階段のイメージ全くなかったんですけど、はい、お話もう上手で。<laughs> えマジでこの話一本でも階段ライブ全部回れますよ <laughs> いやいやいやもう本当にあの別にもう全く盛ることなく事実を話しました <laughs> すごい、はい、でこっからですよね <laughs> <laughs> もう事務所の方もいらっしゃいますけども大丈夫だろう,う全員で判断しましょうね、うん、終わった後にね、うんうん、じゃこの後に、はい、じゃコひとコア。 のお話で。じゃあちょっとね、お話、よろしくお願いいたします。ま一テーマは週刊誌っていうのがテーマなんです。ちょっとうぞ。ていうのがテーマなんですよ。大丈夫かなはい。テーマ。一応聞かせていただきます。本当にあった話。本当にあった話。もちろん。自分の体験談。体験談難しですかしかも。ドストライク体験談です。え、マジでいや、それありがたいけども。 え何え今日ここで芸能人生やめようと思ってますか <laughs> いやいやいやでもあのこれからあのやっぱ僕あのようやろうなんで、うん、誰かを傷つける話でもないし、はい、実際大丈夫じゃないっていうちゃんとこうハッピーエンドで終わるんていああはいはいはい、はい、まあでもちょっとこう怖い部分もあるとも、ね、もちろんですね手越祐也さんで「週刊誌」では聞いていただきたいと思いますお願いいたします、はい 自分が独立する前の話なんですけど、はい、まあ、僕はその、ファンの人に嘘をつかないっていうスタンスでずっと生きてるので、はい、無理なことは無理だし、嫌なことは嫌だ。で、男性の一人暮らしな以上、うん、例えばクリスマスとか、誕生日会とかやったときに、女性ゼロなんて僕、ありえないと思うんですよ。普通いて当たり前だし。だって、ってお友達って男性もいれば女性もいるわけで,うでこの世に男性、女性しかない以上、もう常に男といるなんて。 同性といるなんて、まあ、普通ないと思うんですよ。うん、まあでも、夢を持たせるために、本来はそうじゃないけど、いや、いつも男性ばっかで集まってるんですよっていう番宣に出る俳優とかたくさんいると思いますよ。も,はい、もちろん。でも、それはしょうがないと思います。はい、まあ、それはイメージとかね。イメージもあるし。はい、で僕はもう昔から、みんなでワイワイするの好きなんですよって、もう、そんなんでファン辞められるんだったら、そんな上っ面のとこじゃなくて、もっとパフォーマンスとか見て、もっと、<laughs> もっと奥の部分を好きになってよって思うんで、その上っ面じゃなくて。<laughs> はい、もう それ,はそ,それはそれでなんかもうそんなんで嫌になるんだったらいいかなっていうスタンスだったんですよ。もうアイドル時代から。だったんで、割とだから普通に、あの、まあ、事務所とかにも嘘つくことなく、まあ、夜ご飯行ったり、飲み行ったりとかしたんですよ。うん、で、なんで結構ま、自由奔放にというか、まあ、自分のやりたいように、人様にこう、迷惑かけたりとか、殴っちゃったりとか、詐欺とかしないんだったらよくないと思ってたので、はい、ま、結構、 いろんなこうなんだろう自由にとか好きなことやって生きてきたので、でも逆に言うとそのあのそれのそ,そのおかげで今の僕のキャラがついたっていう部分もあれば、やっぱりそれはそれは例えばちょっと SNS で噂されちゃったりとか週刊誌に取られちゃったりってこともあったんですね。うん、まあその点で僕のこと好きなファンの方には心配かけたのは申し訳ないなって今でももちろん思ってはいるんですけど、まあその中の週刊誌っていうところにちょっとあのフォーカスした話をしたいなと思うんですけど、まあある僕がロケで あの海外のロケに行く空港で、まあ、マネージャーからあの電話かかってきて大体、うん、いいチーフマネージャーから電話かかってくるときって多分これあの芸能やられてる方だったらおおとか思う方もたくさんいると思うんですけどすごくいいニュースか <laughs> バッドニュースかもですめちゃくちゃ面白いんだけど <laughs> いやマジじゃないですホに素敵ですねあなた、はい、<laughs> 僕の場合は 5分の4ぐらい大体チーフはバットの方け <laughs> 5分の4なんですね <laughs> な。なかなかのある意味打率高めでバットだと。でもなった瞬間にあれ俺何かやったかなって思うわけですよ。<laughs> そしたらまあペゴスさんいついつ飲み行ってたああ行ってたよ別にああどこどこに飲み行ってたよ。ああそうかあのー、まあある週刊誌から質問状が来てましたと。まあ、大体まあ僕らこの週刊誌に乗る前っていうのは大体質問状を来て、はい 期限までにお答えくださいみたいなね書、うん、ける内容は答えるしっていうのがあったんですけど、まあ、それがあの別にのみったことは何も問題ないんですけどある週刊誌から来たの内容ではその中に未成年がいたと把握していると、うん、来てると、はい、でもまあその時結構芸能界が割とその未成年なんちゃらです,すごいうるさい時期だったので「二十、ね、歳超えてます?」もう男女問わず「うん、あー OK ですあ二22あ二22 21ああじゃあ大丈夫ですね」 ってていう感じで確認してたした、はい、僕はこう結構まあ昔からこう経営者のつながりが多かったので、うん、その経営者の方に美味しいご飯屋だったりとかお酒飲む場に連れて行っていただくことが多くてそのおかげで今独立してからもすごくいろんな方に助けていただいてるんですけど、うん、人脈も、ね、含めて、はい、でそのお店の方だったりそのじめましての方も二十歳超えてるとって、うん、いうので、まあ、安心して飲んでそうですねで2軒目のバーも行って飲んで、はい、その日のこと言われたんですよ、はい いやでも急あったよあそっかじゃあなんで週刊誌行ってきてんだろうねみたいなこと言ってそ,のそれ通りにこう返すじゃないですか。で、はい、俺海外ロケやったんで、まあ、海外行って、まあ、その間に多分事務所とやり取りしたんでしょうね、うん、その週刊誌側が。で向こうは超自信があると週刊誌側が。週刊誌側が。いやでもいやこっちも自信あるよ。うん、ただまあ18って嘘つかれしたら分からんそのんんまあ、ね、その ねその年頃の男女の見た目なんてそんな見抜けないしわ、うん、からないけどいや俺は確認して超えてたよってあの答えは超えてたよって今もうえだからもう永遠平行線上なんですよ。まあそうですね俺は自信があってもいや向こうも自信あると。でお互い証拠がないと。成人の証拠もこっちもそんなないし絶対未成年って証拠も向こうもないと。で 平行線なんですよ。はい、っていうので、でも週刊誌やっぱ出るんですよ。えー、答え出なかったのに。週刊誌にやっぱ乗っちゃうわけですよ。はい、その次の週が次の週の、はい、その週刊誌に。で、どうやって書くんだろうって思ったら、はい、まあ当時の僕のグループの感銘と手越優也。うん、未成年飲酒疑惑。<laughs> って出たんですよいやでもそれってもうイメージとしてね、はい、そうなんですよでもそれ見た人、まあ、僕ももし逆の立場だったら、うん、サラリーマンでそれ見たらあこいつ未成年集やったんだと思うと思うんですよはいだから疑惑っていう逃げ方をすればやつたとも断定してないよねと、うん、っていう週刊誌側の意見なんですよはいでもうわ悔しいと思ったけど反撃することも別にできないしそうですね 僕、結構年末とかに大きい仕事とかを昔させていただいてたんですけど、その未成年飲酒疑惑っていう、両方証拠がない記事で、やっぱ仕事飛ぶんですよ。本当そうなんですよ。そう。ね仕事も飛んだし、毎年大事にした仕事も、ちょっとこう、いつもの、えっと、メインっていう形ではなく、その年だけちょっとこうサブになっちゃったりとかして、やっぱテレビ局も、そのテレビ局のスポンサーも、うんうん、もしかしたらってやっぱ思うから、 僕まあ、みんな俺のこと信じてくれてるとは言いつつそれがね変な証拠が出たりとかするリスクっていうのはやっぱり考えるのでちょっと今年はこのタイミングでっていうのを言われてしまって毎年大事にした仕事がちょっと思うようにいかないってい年がそのせいでできちゃって、うんはい、なんで、あのー、これを見てくださってる方々いるとするならそうですよ。あのー そういうのでさえ、まあ別に未成年ってことだけではなくて、気をつけていただきたいっていうのと、あとプラスちょっとハッピーで終わるなら、はい、ちゃんとそれが本当に悪いことなのかいいことなのかのジャッジは、そういうメディアとかの洗脳をされるんじゃなくて、一般の方も見極めてほしいなって思うんですよ。やっぱ有名ってめちゃくちゃ弱い立場なんで、はい、じゃないですか。はい、その問題に関しては、自分の意思で、 バーに来て自分の意思で20歳超えてますよねこ超えてます22です23ですって答えて自分の意思で店員にお酒注文して別に強要することもなく飲んで帰るわけじゃないですか、ね。はい、そそのの責任をその場に行った中のの一人人著名人が追ううすっていうことが俺間違ってると思うんですよ。でもみんなそれを間違ってることを間違ってるって言わずにただただ平謝りするからあなんか。 悪いようなな感じの流れにっっっちゃててるだけであってそういうのをちゃんと悪くないっていうのは悪くないそんな悪いことしてないのに悪いっていう風な流れになるっていうある意味冤罪的なものっていうのは僕みたいなこういうハキハキ喋ってこう恐れずに喋れるキャラがいるからこそ悪くないなんか著名人のことっていうのはなんかそういう平行感覚をしっかり正して救ってあげたいなっていうポジティブな話です最後は。 <laughs> いやもう本当に胸が痛いっていうかすっごく悔しいですね <laughs> 聞いててもね例えばじゃあ30人とかのね、はい、なんかご飯会がありました、はい、って言ってみんなで楽しくない乾杯と飲んでましたって中に実はその中に1人19歳がいましたはい、はい、でそれが後々分かってきた時に、うん、結局そうすると手越優也同席してたってことで手越さんが叩かれるってことになってんですけどね、はい、仕事がなくなったりとかっていうね、はい、えっ僕も呼ばれた全員とも把握してない話もしてない一番端にいた方がそんな人がいてっていうことで、うんうん っってていうこことがが本当に起の今なんですよ向こう側だって証拠がないのに疑惑っていうずるい言葉ででもイメージとしてはもう明らかに黒に近いようなことに仕立て上げるわけですそれをみんな信じてしまうしそういうイメージでやっぱりまあ悪いわけじゃないけどやっぱ企業側スポンサー側もそういうリスクがあるだっていう信じてるとしてももしかしてそうかもしれないっていうのが一個でもある時点でやっぱり。 じゃあっていうそれが国に絡むような税金が絡むような仕事だったら、はい、もうそうなっちゃうと思ってもう間違いなく今あるじゃないですか。でじゃあこれが後に「白でした」っていうふうにこちら側が証拠を出せたことがありましたと思っても向こう側の書いた人ってまあ謝罪の分をあげたとしてもまあちっちゃかったりとかそうでですねでその人が顔を出したり「すいませんでした」って謝罪関係するわけでもないから、うん、悔しいですよね。そううですね、うん せっかくハッピーで終わってたのに僕がなんかちょっと絵に <laughs> 火がついちゃっていやそれは、ね、それでもねそれは思いますなんかやっぱ今大手プロダクションとか大きいプロダクションになればなるほど否定しづらいと思うんでこうやって個人な身軽な僕みたいな明るいキャラな人が「それって悪くなくない?」ってこうちょっと一言言ってあげるだけでなんか救われるものって多分あると思うんですよやっぱりワイドショーとかに出てる芸人の方とかコメンテーターの方の立場だと「 正直、裏で本番出る前までは、え、これなんで悪いのとかっていうことも、出て話振られたら、いやー、不倫ってね、良くないかなーって、やっぱ言いをざるを得ない立場になるのもわかるので、僕みたいなこう、フリーな、自由に発言ができる立場の人が、本当に悪いことでしょうがないですよ。覚醒剤やっちゃったとか、未成年ってわかってんのに首、根っこ掴んで飲ましたとか、それはダメですよ。そういう問題ものは、もう誰がやってもダメだけど、 巻き込まれだけのえ何が悪いのっていう問題正直結構多いじゃないですかあの僕もあったんですけどたまたま写真撮ってくれっていう撮った人がちょっと反射っぽい人だったとかあのその数年後に犯罪を犯しちゃったとかでも別に写真撮ったからこっち関係ないじゃないですか俺何も関与してないしみたいなそういうのも含めておかしくないこと悪くないことはなんか今後いろんな僕以外の方にも起こり得ることだと思うのでう そこらは違うんじゃないってこう大衆に話しかけられる人がいないとどん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 生きづらい冤罪を生んで生きづらいもう右も左ももうストレス感じて芸能人なんかこう夢を持ってスターになりたくてなったのにもう生きづらいっていうなんかこうのびのび仕事できない芸能界になるのが僕一番嫌なのでなんかそういうなんかお手伝いがちょっとでも僕みたいなキャラの方ができたらいいなっていう感じですかね。 ねえ、なんか、いや、それは有名税なんだよとかってね、言う方もいますけど、でもやっぱり同じようにね、悩むことは悩むし、ね悔しい思いもとかってあるけど、でも言えないとかってね、そういう悔しいことって、だから本当に皆さんに、まあ今日のね、お話聞いて、まあ、もちろん悪いことは悪いけど、まあ、そういう冷静にね、でもここはとか、実際これ全部本当なのかなってちょっとね、見て、 信じてくれる気持ちとかもね、うん、やっぱり持っていただけると嬉しいですよ、ね。それだけ救われますからね。そう、うん。否定はできなくてもそういう人がいるってだけ救われる。ああ。いやー、これどうですか。じゃ、うん、全然オッケーでしょ。大丈夫そうなの。うん。ね<え>。はい。いや本当ありがとうございました。いや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 。えーえーえー こちらこそです。いや、なんか今日の話聞いてもそうですし、で、今回ね、本当に本番中にした、本当に軽い。出てくださいよ、わかりましたぐらいのことで、本当に実現して、足を運んで、駆けつけてくれるっていうね。なんか、そういう裏表がない。本当に多分、言ったことがすべて事実って方ですからね。本当になんか、素晴らしいなって。いやいや、嬉しくて。思いました。大本当に。本当に、あの、会談も。もう、今日、出し尽くした感じですか。いや。もっとあります、先生。ええ。ただ、怖いのが、ここでね。 こっちも軽く、え、じゃあまたお願いしますよとか言っちゃうと、本当に来てくれちゃうから、今軽くらしか言いませんけど、もしまた時期があった時に、ぜひ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 、タイミングがあったら、あの言いませんけど、ちょっと、いもちろん、コメント欄の方とかで、手腰をまた出せって求められる声があるなら、もちろん。ほ、え俺が書き込んじゃうかもしれないけど、ありそれ。次はもっと本当に使えない話をします。やめろ なんで忙しいのが来て、使いの話て帰ってくるんですか。<laughs> なんだ、だ、誰が所得するんですか。目指すヤフトピ。<laughs> <laughs> いやいや、本当。<laughs> <laughs> なんとも言えないことを言うんじゃないよ、本当に。素晴らしいです。本当に、ますます大好きになりました。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。 ぜひね、あの僕も出させていただきます。これ、アーカイブ残ってますんでね。はい、はい。えー、こちら、17ライブの手ごちる。はい。はい、で、またさらにね、ずっとまたね、新しくいろんなゲストの方を迎えしてやられてます。はい、人気番組です。そして、YouTube チャンネルの方も。はい、はい。ありますけども。最後、ちょっと皆さんに一言だけメッセージお願いします。一言ですかはい。そうですね。あの、今日はこうやって階段話を初めて話させていただいたんですけど、僕自身、 あのー、アルバムの発売が控えてたりとかあと全国ツアーが控えてたりとか今一番力を入れてるのはアーティスト手越し弥は音楽の部分なのでぜひこのチャンネルをご覧の皆様の中でちょっと音楽やってるあいどんな感じなのかなっていうね興味がある方はぜひ、えー、曲の方も聴いていただきたいですしそれを聴いてもし気に入っていただければライブでもお待ちしてますのでよろしくお願いします。 というわけで本当にね、えー、素晴らしい方来ていただきました。です。ゲスト手越佑也さんでした。ありがとうございました。また来まーす <laughs> いやー。また来ますって言った。<laughs> 明るいな最後まで <laughs>。階段っぽくなかったな。<laughs> であのまあ外に行く前にねどうしてもちょっとお話したいことがありまして。うんはい あのーまあ、手越さんも本当に素敵な方じゃないですか、はい、いやも、まあ、ありがたいですけどあのファンの皆さんも本当に素敵ですよねそうですねいろんな共演した方とかには行ってくださいますねマジな話、はい、道歩いてて僕マジで何人かに「はいはい、あっ千さん何ですか?」「優也の手相を見てくれて本当にありがとうございました<え>」<て> <laughs> この度はゆうやがお世話になりました。本当にありがとうございましたって、なんかもう保護者みたいな、なんか本当になんかみんながすごく応援していて、でそこに関わった人のこともなんかこれから応援してきますってファンの方が多い。そういうスタンスのファンの方ですね。僕のファンの方は。この前長野でメガネ屋さんのシーエムやってて、一日店長やってたら、本当車で一時間二時間かけてわざわざそのお礼しに二人目の女性が。 今日来るって聞いたんで、あの、ゆうやがお世話になったんで、今日ご挨拶に上がらせていただきました。ええ。あんで、あの、せっかく来たんで、あの、メガネ2本買ってきます。っメガネも買ってくれたんです。そうなんだ。すご。オッケいや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 。えありがとうございます。喜んで、僕のファンの方、ゲストに来てくださって。本当楽しかったんで、おめでとうございます。いえいえいえ。というわけでね、今のところ、全然階段の要素も。ないしそうですね。ななら、明るい、ただ暗いところで明るい話して。る